真夜中は別の顔は、シドニー・シェルダンが1973年に発表した小説およびそれを原作とした映画およびテレビドラマ。第一次世界大戦が終演した頃、ノエル・パージュはフランス・マルセイユに生まれた。家庭は貧しかったが、彼女は自分が周囲の誰よりも優れた存在だと信じるように育てられた。幼い頃は父を敬愛していたノエルだが、父は 金のために彼女の美貌を利用し、無理やり資産家のオーガスト・ランチョンの愛人にしてしまう。ノエルは、ランチョンとの性的関係を強いられる中で、むしろ女性である自分の側が男性を支配する力を持っているのだという考えに至る。ランチョンの元からパリへと逃れたノエルは、そこで出会ったアメリカ人パイロットのローレンス・ダグラスと恋に落ちる。ラリーは、ロンドンへ去る際、3週間後に、 パリに戻ったら、結婚するという約束をノエルと交わす。しかし約束の日、彼は姿を現さなかった。ショックを受けたノエルは肺炎を患いユダヤ人にし、イスラエルカッツの献身的な看護により命を救われるが、ラリーの裏切りへの激怒からその体に宿していた。ラリーの子を自ら打胎し、人生をかけて彼に復讐をすると誓う。 しばらくして祖国アメリカに戻ったラリーはキャサリンという女性と結婚する。しかしキャサリンは対戦を経たラリーが別人になってしまったかのような違和感を覚えており、二人の関係性には不協和音が生じていた。一方でノエルは対戦期の混沌をうまく利用して歌手で俳優のフィリップ・ソレルと監督のアーマンド・モティエという二人の男性を誘惑することで有名が女優となる。 そしてその傍ら、探偵を雇って、ラリーとキャサリンの結婚について調べていた。ノエルがラリーへの復讐計画を危険にさらしたのは、唯一彼女に真心を持って尽くしてくれた、医師イスラエルをナチスの手から救い、アフリカへと逃がした時だけだった。ノエルは、世界でビジネスを展開する、ギリシャ人のコンスタンティン・デミリスの気を引き、愛人として、ギリシャにある彼の別荘へと移り住む。 戦闘機のパイロットだったラリーが第二次大戦後は一般人の人生にうまくなじめていないことやず抜けた飛行技術ゆえに航空会社での仕事に居心地の悪さを感じていることを知ったノエルはデミリスを説得してラリーをお抱えのパイロットとして雇わせる新しい仕事のためラリー夫妻がアギリシャへと来ることでついにノエルはラリーとの再会を果たすが彼が 自分のことを覚えてすらいないと気づき、雇用紙という立場を利用して、ラリーに辛く当たるようになる。しかしある晩、怒りに駆られたラリーがノエルを無理やり犯そうとしたことをきっかけに、ノエルの胸は高鳴り再び愛が燃え上がる。ラリーは、ノエルとの過去を思い出すことはできなかったが、彼女に離れ難い魅力を感じる。ノエルはラリーに、妻キャサリンとの破綻した、 結婚生活を捨てて離婚すれば一緒にいられるとけしかける。しかしキャサリンはラリーからの度重なる離婚話を拒否して自殺未遂を起こしてしまう。そこでノエルはキャサリンを殺害する計画を立て始める。ラリーは計画に従って旅行中にキャサリンを会場の洞窟に置き去りにして溺れさせようと試みるが逃げる途中で人に見つかり洞窟へ引き返して 彼女を助ける羽目になる。病院に運ばれたキャサリンは夫に殺されそうになっていると医者に伝えるが、医者は薬で上言を言っているのだと気に留めない。真夜中、キャサリンが目を覚ますと、殺害計画を立てるラリーとノエルの声が耳に届く。キャサリンは降りしきる雷雨の中海まで逃れて、ボートに乗り込むが、強風で水中へと投げ出されてしまう。キャサリンの失踪後、医師に言い残した。 夫に殺されるという訴えが引き金となり、ラリーとノエルは殺人の罪で裁判を受けることになる。ノエルの愛人デミリスは明らかに放心状態だが、留置場にいるノエルの元を訪ねる。彼は未だにノエルを愛しており、もしもノエルが今後は自分と一生一緒にいるつもりなら、裁判所に保釈金を支払うと申し出る。裁判の終盤、デミリスが雇った弁護士、ナポレオン・コタスは、 ノエルとラリーにコタスが裁判所と取引をしたことを伝える。その取引とは、二人がキャサリン殺害を認めるなら、ラリーはアメリカに送還され、短期間の刑に服すことになるが、その後は二人で暮らすことができるというものだった。ノエルとラリーはこの取引に応じ、裁判で罪を認める。しかし、裁判官からの証拠不十分にもかかわらず、 罪を告白し殺人を認めたことに対しては敬意を払いたいという発言で、実はデミリスは裁判所と取引などしていなかったことが判明する。二人に死刑判決が降りる様を、デミリスは法廷で満足げに傍聴していた。そして数ヶ月後、ノエル・トラリーへの刑が執行された。物語のラスト、デミリスは海辺に立つ女子修道院に駅付をする。その修道院には、 浜辺で発見されたキャサリンと、おぼしき女性が人知れず保護されていた。1992年に、テレビ朝日の木曜ドラマ枠で放送された、黒木瞳初主演の連続ドラマで、放送期間は1992年1月9日から、同年3月12日までで、全10話。ストーリー長年にわたり、大物政治家、資産家などの愛人として生きてきた未来の絵は、 ある時にシンガポールで傍観から救助されたことをきっかけに知り合った法人、金井武彦と交際。初めて愛した男として結婚を夢見るも破綻。数年後、の絵は金井が今井京子と結婚していたことを知る。金井に裏切られたと思い込んだノエは自分を書く海藤幸太郎を操り、金井と周囲に対して経済的、社会的な嫌がらせを展開していく。 しかし最終回で、カナイが自ら今日心しの罪を被り、偽の衣装を変えて自殺したことを知ったのへは警察に事実を話す決意をする。キャストスタッフ2002年に NHK 総合テレビの夜の連続ドラマ枠で放送された。放送期間は2002年4月1日から同年5月23日までで全32話。夜、ドラシリーズの中では唯一。 週ごとのサブタイトルをつけていなかった、キャストスタッフ、ありがとうございます。